皆さんこんにちは、シューリパブリック店長です。今日は私たちが扱っている革のご紹介をしたいと思います。ではご覧ください。ではまず一つ目の革がこちらです。こちらがイタリアのテンペスティというタンナーのメインという革になります。こちらの革の特徴なんですが、この革の形を見てパッとすぐ分かる方はなかなかの革マニアだと思うんですけど、ショルダーという部位になります。これがですね、ちょっと分かりにくいかと思うんですけど、こう広げるとこの辺りがですね、牛の首の辺りですね。でこちらに、こっちの方に顔があります。でこれが左前足のあたりですね。でこちらが右前足で、この後ろの方に体があるというような部位になります。だいたいこのショルダーというのは一般的に言うとあんまりその革としてクオリティが高いというふうには言われないことが多いんですが、この革に関してはちょっと特殊で、あえてこのショルダーに合わせた作り方をして、そのショルダーの良さを前面に出した作り方をしている革なんですね。なのでこうよく見てみるとちょっとわかるかな、この辺りにグロースマークといって、この首の後ろ、牛の首の後ろの部分にシワが入るんですけど、そのシワがあえて残っていたりしています。この革すごく雰囲気が良くて、ちょっとねこう今回は元々の厚さを少し薄くしてもらっていて、 1.5 ミリということで作ってもらってるんですけど、靴を作る上でそれくらいの厚さがだいたい適当なので、この 1.5 とか 1.6 という革をよく使ってるんですけど、今回もその厚さにあえてこれはしてもらったわけなんですが、これくらいのこの雰囲気を味わうことができる、なかなかと面白い革なんです。黒い革っていうとビジネス用の革なんかをイメージされる方が多いと思うんですけど、これはもうあえてビジネスではなくてカジュアルで使っていただくような、そんな靴になる革ですね。でもこれをピカピカに磨くとまただいぶ雰囲気変わるので、それはそれでまた違った楽しみ方ができるのかなというふうに思います。あとはですね、もうこういう感じでわかるかと思うんですけど、結構パリッとしています。クタクタの革ではないので、これすごくしっかりした靴になるという、この作り手としては非常に好ましい革の硬さだと思います。はい、ではおすすめ2つ目の革です。こちらはやはり同じテンペスティというイタリアのタンナーの製品で、エルバマットという革になります。この革の特徴なんですけど、もともとエルバマットというのはこういうデコボコした片押しの革ではなくてスムースの革なんですね。でそれを私どもの方から依頼をして、こういう片押し加工をしていただいたと、そういうような革なんですが、エルバマットのそのそもそもの特徴というのが、この革はとってもオイルをたくさん含んでいるというような特徴があります。なので、まあ、革としては結構カジュアルな雰囲気の、いい雰囲気の革ですね。こちらの片押しの革もちょっと見ていただくと、片押しなんだけどそんなに決してゴリゴリに硬いわけではなくて、なかなか履いた時にいい感じにしなやかな靴が出来上がります。で今この見ていただいてる革なんですけど、これちょっとねパッと見ると黒に見えるんですが、実はネイビーなんです。ちょっと黒と比べてみましょう。はい、これが黒いスムースの革なんですけど、ちょっと光っちゃって見にくいかな、こんな感じで、やっぱり黒と比べるとねちょっとネイビーだというのがはっきりわかるかと思います。参考までに今こちら製作中のサンプルなんですが、この同じ革の色違い、こちらのグリーンの革を使って製作しています。こう見ていただくとねちょっとわかるかと思うんですけど、つま先のこの辺りっていうのがラスティングの時に引っ張られるので、この片押しのデコボコですね、この脂肪がかなり薄くなってます。かかとのこの辺もそうですね。なのでこのつま先の方からだんだんこの脂肪が薄くなっていく、グラデーションのような雰囲気の靴になります。こういうスムースではない
例えばこの型押しであったり、あとはシュリンクであったり、まあ、なかなかちょっと抵抗があるとか、まあ、ちょっと履いたことないけどあんまり好きじゃないかなっていう方がいらっしゃるかもしれないんですけど、この型押しとかあとはシュリンクとか、そういう革にはそういう革の素材としての良さっていうのがありますので、ぜひねこれは食わず嫌いをしないで履いていただきたいと思います。今日は今ご紹介した2つの革を見ていただきましたが、また時間を作っていろいろな革をご紹介したいと思います。私たちシューリパブリックの場合は革に関してこれが常にありますっていうものがなかなかなくて、常に買ってきてでなくなったらまた違うものを買ってきてというような入荷の仕方をしておりますので、あーもう2年前にあったあの革使いたいんだけどっていうのがねなかなかちょっとできないですので、何か気に入ったものがありましたらお早めにご連絡ください。3ヶ月まででしたらお取り置きをさせていただきます。本日は以上になります。ありがとうございました。